天宮寺は長野県長野市篠の池根淵にある総統州の寺院である。三号は正僧山。川中島の戦いで討ち死にした武田信繁の墓がある。かつては瑠璃高山鶴僧寺と合して薬師如来を本尊としていた。1561年の川中島の戦いで武田信玄の弟、武田信繁が当地やわたばらで討ち死にしたことにちなみ、 合戦から60年後、松代藩主、真田信之が信繁家の官職、様之助の闘名、天宮から次号を天宮寺と改めて母台を弔った。本堂の左手には、自然石の墓があり、落命した、光越両軍戦士者の長魂碑もある。信繁はは内死にして噛みぎ方に死給を取られたものの、 信茂の家臣らが追撃して取り返したが、主級は領地であった小室に持ち帰ったため、当時の墓は胴体だけと伝えられる。また墓の脇に佇む小さな供養塔は信行が幕府に遠慮して密かに弔った、真田信信の供養塔であると伝えられている。本堂の前には、閻馬堂があり、川中島合戦後300年を記念して作られた閻馬大王像は、 日本一大きいとされるもあり、東洋一大きいと紹介する書籍もある。境内の川中島合戦記念館4月完成では、地報64点を収蔵を展示している。ありがとうございます。